はいえー、2回目のお演になりますけれどもゲストはまたあの、えー、別の方がいらっしゃってまして、えー、早速お迎えしたいと思います。えー、主演俳優でいらっしゃいますレブ・レイブ・レビンさんです。どうぞ。How are you doing? お元気ですか。<laughs> どんな気分ですか。<laughs> いや、なんかね、映画の中の役柄と重なるようで、重ならないようで、相当。若いですよね。Mm hmm. so <laughs> so、<laughs> そうですね、ひげも剃りましたし、髪もちょっと違うかもしれないです。いや、mm。Hmm. はい、あのー、昨日の早朝というか、おとといの深夜というか、お月になって、もうそのまま映画祭に突入して、あのー、他の映画を見まくっているんです、相当映画好きなんですけれども、あのなんか印象に残った映画がございましたか ?I only managed to watch Love、uh, Diaz's、uh, film yesterday. Um, the lake. I forgot the name, Uh it was, yeah, absolutely wonderful. I love cinema, but I I could only attend this uh, other film yesterday. But I have a whole plan. All the films I really want to see: uh, Takashi Miike's new film Orochi, I want to see today. Uh, new Vin uh, Venders new film. Mm -hmm. Yeah, I've got a plan. <Yeah. S 2> あの実は今のところラブディアス監督の「の湖」についてのしかえ拝見する時間がないですあの映画大好きなんですけれどもあのまだ着いて間もないですしえけれどこれから先例えばあの今日三池隆監督の「オロチ」を拝見したいと思ってますしえービーム・ベンダース監督の新作もぜひ拝見したいといろいろ計画は練っています。はい <laughs> How did you find Love Diaz? Amazing. It's the first time that I'm watching Love Diaz's work, and uh, I was completely unprepared for it. Mm -hmm. mm. I must say, because of the jet lag, I, I fell asleep for the first half hour. Uh, but then, when I woke up into this black and white world, i was mesmerized and it was like reading a book and, and i could i felt so immersed and so like it was our, uh, like we both made a film together it felt like as a viewer i felt like he gives me so much space to just um, transcend into the world that he created はい、あのすごいと思いました。 初めてラブディアス監督の作品を拝見したんで,す、ね、であのー、全く心の準備がありませんでした、えー、監督の世界について、えーまあ、あの正直なところを言いますと時差ボケのために最初の30分はちょっと寝たりしたんですね、えー、でも起きてあのモノクロの世界に突入した時もうまるで、あのー、一冊の本を読んでいるかのようなもう本当に、えー、監督が作り出した世界に浸ることができました。 そして、えー、私はただの観客であるのにあたかも監督と一緒にこの作品を作ったかのような感覚が、えー、ありましたねであのこちら側に見る側にとても、えー、広々としたスペースを与えてくれる作り方で、えー、そして全てを超えてその映画に入っていけるという感じがしましたはい、えー、ありがとうございます。はいえー、じゃあ,あの ご自分のね映画についてちょっといろいろお話を伺いたいんですがはいじゃここからは皆様からの質問コーナーにしたいと思いますはいはいでは二列目の方ですねはいあえー、と僕もちょうどあの一週間前に引っ越したばっかりですごくあの興味深く拝見させていただいたんですけれども。 あのこう引っ越して先を探しながらその合間にドラマを挟むっていうのは、なかなかありそうでなかった映画だと思うんですが、出演されることを決めた何かきっかけみたいなのを教えていただけたらと思うんですけれども。Okay, first of all,、uh, I was really. It's it my first、uh, main role in any film.And、uh, I. Was very flattered by the actual uh, proposal to play it, as and I really like the script, and and of course the framing is uh, really the search for a home, for a new home, but the essence of it I felt was uh, really about searching for uh, more of a residing comfortably with the one person you love and with the person that you ought to be in order to live with that person that you care for so the film ends without them really having any home they don't find like uh, a residence uh, they find this place where they can actually be together, silent, not fighting, the three of them with the future baby. And uh, it was really about this more that caught my uh, attention. 実はこの映画というのはあの主役として演ずる初めての私にとって初めての作品です。で、えー、このオファーを頂い,いた時に本当にあの、えー、名誉に感じました。で、えー ととてても脚本がいいい思っていたんですね。でこの「家探し」という中で、えー、起こる、えー、いろいろなドラマですけれども家を探していると言って,い,言っていても実は、えー、彼らが本当に探しているのは自分が愛する、えー、一人の人と、えー、喧嘩をせずに、えー、快適に一緒に住むこと というのを2人とも求めておりそしてまたそれを、えー、できるるよようなな人間になることですよねで、えー、映画の終わりになってもまだ住む家は見つかっていませんけれどもでも、えー、あの時点においてはなんとか、えー、お腹の赤ちゃんも含めて3人が、えー、喧嘩をせずに、えー、仲良く平和にいられるという感じになりますね最後が。 でそれがあの私の心を引きました <Yeah. S 3> <laughs> あの映画の中で家族の方も実際に出てらっしゃると伺ったんですけども監督のですね、uh, yeah, your, your mother actually appears, right? Or in yeah, <one. S 3> in a in a cameo,、mm hmm. um, she plays the mother of Tamara、mm hmm. She's only on the phone、mm hmm. 実は私の母がカメオ出演をしています。タマラの母親としてあの電話で話すあの声の出演ですが、私の意見ではこの映画で最もいい仕事をしていると思います <laughs>。<laughs> あの私の母に伝えてください。もしお会いになることがあれば息子がそう言ってたとぜひ。はい、えー、次いかがでしょうか。 はいじゃあ同じ列の方ではい <laughs> <laughs> ありがとうございますえー、とこのえっ、ー、とハイファという町に関してお伺いしたいですえっ、ー、と日本でも翻訳があのガッサン・カナファーニーのハイファに戻ってという 作品が翻訳されてておりましてやはりえと興味がある人にとってはハイファという街が一体どんな魅力があるんだろうということであのこの映画の中で街を家を探すことによって街をえいろんなところを巡るというロードムービーというふうに受け取りました。 そこで、えー、と住む人にとってみればこのハイファという町は、えー、とどのような、えー、と魅力というか気に入ったところとか気に入らないところとか何か、えー、と特別なものがあったら教えていただきたいです。

He's anyway, is an Israeli writer? Israeli ah. yeah. I'll write it down. <laughs> I'll write <read> it. <laughs> Hi. Yeah. Anyway, the question is yeah. what do people who live in Haifa like about it? I'll, and what I'll write know. it later. Yeah. <laughs> <laughs> um, I'll write it. Well, actually I was just about uh to when I was I was shooting in Georgia, now. A serious and my plan was to come back to Tel Aviv in which I live in and to move to Haifa. Mm -hmm. Because um, the thing about Haifa it encapsulated encapsulates uh, the vision of Israel as a whole that I really like. And what does it mean? It means that it's sort of like stuck in the 80s in terms of architecture and in terms of environment. It means it's kind of sleepy, but with a really cool underground culture of youth. And, um, it has a lot of immigrants. It has African Jews, like North African Jews, uh... Asian Jews, it has Russian and uh, European Jews, immigrants, new immigrants, it has a lot of Arabs there. It's a mixture of everything. And it's also a mixture of my other two favorite cities in Israel, which are Jerusalem, in which I grew up, and Tel Aviv, in the way that it's very like mountainy, but it also has a sea and it has like the best of all worlds and the best thing about it is that it's really cheap uh, but what i don't like about the city oh, maybe i should translate oh uh, yeah yeah, yeah. So it you was longer think bizarre. about it yeah えー、実はあの最近、えー、ジョージアで撮影をしておりまして、えー、それから、えー、私が現在住んでいる家があるテルアービーブに戻りそれからハイファに引っ越そうかと実は思っているんですね。で、えー、ハイファの魅力というのは、えー、イスラエルのビジョンというものを体現していると思うんです。でえー どういういいことかととか言いますとあの1980年代の建築様式がとてもあの目につくということそしてその環境、えー、となどもあのとてもいいそして、まあ、眠たげなあ,のあまりいろんなことが起こらない街ではあるんですけれども、えー、それでもそこにあの若者のサブカルチャーが。 あの確かに息づいていますそういうところはとてもクールだなと思います、えー、またあの移民も多く、えー、北アフリカから、えー、北アフリカそしてアジア、えー、ロシアヨーロッパ系のユダヤ人がたくさんいるんですね、えー、そしてその他に新しい移住者またアラブ系の人たちもたくさん住んでいますでそういったふうにあの多様性があるというところが私にとってはあのとても魅力であり えー、自分が育ったエルサレムとそれから今住んでいるテル,バテルアビブの両方の魅力を兼ね備えていると思いますし山あり海ありで、えーまあ、全ての、えー、世界のいい,とこいいとこ取りをしている街であり住むのにとても安いそういったところが魅力です。And what you No, hi-fi is pretty great, not at a l 思いつきません、あまり好きじゃない点。Could be a bit boring sometimes.、はいうん、あの人によっては退屈だと思うかもしれませんが、時には。ありがとうございます。Thank you. Thank you. はい、えー、次行きましょうか。はい、では後ろの方行ってください。 来日いただいてありがとうございます。この映画は家探しがテーマであると同時に、えっと、夫婦せあ結婚生活の中での倦怠期だったり、そのマンネリというものを描いているようにも思えたのですが、デ、えっと、ブさんはこの映画の後、えっと、二人が子供が生まれた後どのような生活を送っているか、えっと、考えをお伺いできればと思います。So, uh, yesterday mm -hmm. and uh, i must say that when we talked i said that i thought they wouldn't uh, last mm -hmm. but it was before i saw the film like i've seen the film before but it was ages ago and it wasn't like completely edited it was without colors mm -hmm. and now that I've seen it again I have to say that I think they're going to be fighting a lot but they'll always love each other mm -hmm. no matter how what what the constellation will be. I think uh, their well, love the is issues will be. Yeah, uh. no, like what the maybe they'll be separated, oh, maybe I see, they'll I, I don't know mm -hmm. Mm -hmm. a lot of things can happen, but I think that their love is just is it's more than love it's mm -hmm. just like almost an obsession almost like something mm. stronger than mm. themselves and i think the baby is going to be wow <laughs> like insanely smart and kind and beautiful and loving and loved mm -hmm. えー、実はですねあの、えー、隣におりますあの通訳者とこの話を昨日していました、この映画の後あのカップルはどうなるのかというで、その時に自分が言ったのは、もうすぐ別れるだろうということだったんですけども、あのえー、今日もう一、もう一度と言いますか、初めて色付きで完成版を初めて見ました、皆さんと、えー、ご一緒に。 えー、以前見た時はもう何年も前でそれであのあずっと前で色もついてなかったので全然違うものだったんですね。で今日もう一回見た後意見が変わりました。こ、えー、この二人ははれからもずっず,ずっっとと喧嘩するでしょう、えー、でもお互いへの愛というものはあのたとえ別居したりすることになったりしてもお互いへの愛は色褪せることないと 確信しましまたあの彼らの互いへの愛というのはもうほとんどそれで、えー、これから生まれる子どもは絶対に、えー、頭がよくて優しくて、えー、可愛くて美しくてそして愛にあふれた子で、えー、この2人にも周りの人にもとっても愛される子どもになると思います。 そう、これね、結構意見が分かれてるんですね。いや、私は続くんじゃないかっていう意見だったんですが、周りの友人は結構は分かれる派が多くてですね、えー、議論してんですよ。はい、<laughs> お、味方です、味方ですね、石坂さんと。<laughs> はい、ありがとうございます。もう一人ぐらいいけますね。はい、では、えー、男性の方、真ん中の方ですね。はい。 マイクをお願いいたします。はい、えー、っとミュージシャン役としても歌声素晴らしかったです。えー、私は、えー、イスラエルの音楽がとても好きで、えー、何かおすすめのミュージシャン、特にそうですねあの主導のメロディーが美しい。 方を誰か教えてくれメロディーです。チュートのメロディーですね。はい。 スポーティファイを使ってらっしゃいますか、yeah. えっともうね、yes. あまりにたくさんあの進めたい人がいるのでこの後で外であお教えしますありがとうございますリストが長いので There's another thing、um, If you remember in the film There's i like... Do you, you like the yeah. Yeah. do you hear me like this? What's t h a Yeah Do you hear me like this? No, no, use the... Ah, okay、yeah. yeah. I need to practice my theater voice、um, So, ah、um, There's the scene where I'm singing uh, in the car mm. like uh Middle Eastern song. So uh, the funny story about this was that we, we were supposed I was supposed to sing like an existing uh, song uh, uh, which is called uh Basbousa. I'll send it to you also. And uh, but we didn't get the rights when we started filming so the director just told me like i uh, improvised something mm -hmm. and uh, then we i improvised it and me the directress and the music uh, supervisor shuzin which i'll also send you um, we recorded this song so there is an actual like middle eastern song はい。それでですね <laughs>、あのー、車の中で私が歌う歌がありましたね。あれは本当はあのバスブサ。 というあの歌で、<laughs> それであの実際にある歌なんですよね。そ,そのように歌え歌歌うはずだったんですが、撮影が始まるまでにその権利が取れなかったんですそれで、えー、監督にもうもう何度もいいから即興してくださいと言われて、それで歌ったのがあの中、東風のメロディーのあの曲です。で、えー それを録音したものをですねあのこの映画の一部としてこれからあのリリースするつもりですので後で連絡先を交換しましょう <laughs> それもお送りしますから <laughs> はいぜひ、ね、お付き合いが音楽を通じて続いていただければと思います。Oh, <laughs> はい、というわけで時間が来たようでございますここからフォトセッションに移りますけどもとりあえずこれで締めたいと思います Wait, I, I wanted to say something、uh, really important to me if it's possible Go ahead OK、so this is something that I never thought I will do, but、um, So Right now Right、uh, now There is a really bad time going on in Israel. Um, there is a war. Uh, it started off three weeks ago uh, in a terrible attack by a group of uh, fundamentalists, uh, Islamistic people, which I really hope uh, only represent a fraction of the Palestinian people. Um, 1400 Israelis were killed and uh, the moment it happened uh, when my friends from abroad reached out to me and asked me if everything is okay I I told them that I it's terrible uh, but but I fear also for what the consequences are about to happen and this and what happens now are the consequences of these this uh, terror attack what I'm saying is, Israel uh, is going to win this war. The cost will be horrible. We, like the Jews, we don't have anywhere to go, so we don't have any choice but, but to win this war. Uh, but a lot of people are going to be killed, um, and it's terrible. There is a crazy campaign going worldwide delegitimizing israel's right to protect itself. delegitimizing de yeah. mm -hmm. and delegitimizing its right to exist. Um. and i just wanted to say that I, I don't know much, but i know that this film was done in a city in israel which is a country with so many flaws but it's still democratic and there are still like so many good people really trying to protect the rights of the minorities and the rights of good people and there are good people working uh, to create art to create wonderful stories and uh, to work in the hospitals and uh, to work in uh, Civil organizations um, in Israel. And uh, I I, I just wish you would uh, tell your loved ones, uh, people you like, about this film and tell them that this film was done in a co production of Jews, Arabs, just people who want to tell nice stories to the world and create a good. Uh, and 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 that's it. Just just. I, I really hope you enjoyed this film. Know that it was done by good people in a state that is desperately now trying to um, just e exist right now. And it's a it's a difficult time. I'm so glad that I'm here. Um, It. Thank you. 自分があのこんな、uh, お話をするとは思っていなかったんですがとても大事なお伝えしたいことがありますのでちょっとお話しさせてください。 ご存知の通り今あのイスラエルは戦争の最中にありますこれは三週間前にイスラム原理主義者たちによるアタック攻撃があって始まった戦争ですこういった原理主義者というのはパレスチナのほんのわずかな人々にの考え であ,ありそれ以上のものではないというふうに私は信じたいと思っていますでその攻撃によってイスラエルでは1400人が、えー、亡くなりました でその時に、えー、外国にいる、えー、大勢の友達から連絡を受けて「大丈夫か?」というふうに、えー、聞いてくれ,た、えー、くれました。で私はあのー「状況は本当にひどいしこれから先この結果がどんなものになるのかを考えるのが恐ろしい」というふうに答えました。で、えーあ これはイスラエルので今起こっているこの戦争が終わる頃には、えー、その,あの犠牲そのために支払った代価というものは、えー、大変甚大なものになると、えー、危惧していますでも私たちユダヤ人は他に行くところがありません、えー、この戦争に勝つしか、えー、国の存続を守る方法はないのですでも今世界中で 随分熱狂的なキャンペーンが起こっておりイスラエルが、えー、自国を守るというその権利を否定すする動きがかなり高ままっています、えー、私はあのこういったことについてあの熟知しているわけではない。 ことは認めます、えー、しかし、えー、このイスラエルという国もちろん欠点はたくさんありますが、えー、それでも、えー、その中で良、えー、き人々が自分たちの権利を守り、えー、少数者の権利を守り、えー、そして、えー、芸術作品を作り あるいは病院で働き、えー、民間の企業で働き、えー、などをして一生懸命に一生懸に生きているというそういった国の一つの、えー、町で作られたという映画だということを、えー、申し上げたいと思います、えー、そして皆さんこれをご覧くださった皆様が、えー、自分の周りの大切な人々に、えー、この映画のことを伝えてくださったら嬉しいですそしてこの映画は ユダヤ人とアラブ人の共同で、あの共同のチームで作ったということ。そしてこのような素晴らしい、えー、話を世界に伝えたいと思って、えー、作ったということをお伝えください。皆様がこの映画を楽しんでくださったことを願っております。えー、そしてあの。 良き人々が自分たちの仕事をそれぞれの場で行いそしてそ存続し続けようと頑張っているということですあのそれをあの申し上げたいと思いますこの映画祭にご招待くださって本当に嬉しく思います皆様と,とてもいい方がここに集まっておられるようにお見受けします本当に今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、no.